時刻は深夜12時半を回りました。ネオジャポニズムの滝沢ひなのと福田美優とお笑いコンビ学天則の奥田修司です。ここからの30分は戦うがコンセプトのアイドルグループネオジャポニズムのメンバーがラジオで様々なことにチャレンジするネオジャポのファイトフォーザレディオのお時間です。やい、日付変わって11月29日は語呂合わせでいい服の日。うん、肉じゃない、ね、肉じゃなくいい服、まあ、いっぱいありますからね。一つの日に 4,5 個記念日あったりしますから、ね。すごい。じゃあ、まあ、服ということで、うん、最近こう気になってる好きなファッションとか、自分が着てる服でこれ気に入ってるんですよねとかあったりします？そうだな、うん、この放送はもう長袖を着て、もしかしたらダウンを着る時期になってるかもしれない。そう、だから今それのことについてちょっと考えよった今、うん、半袖の時期だから。俺はもうアロハ着てますアロハシャツです、まだだからその時なんね、うん、でもどんな感じかわかんないけど、確かに冬はでも自分大体パーカーとか、あー確かに多いけど、今で言うとなんかまあ、そんな持ってないんであれなんですけど、うん、好きな系統はなんか Y2K ファッションとか、グランジーファッションほうほうとかいうようなやつね。そう、はいはい、が好き。持ってないんで、もうありもので、うん、それっぽく僕見せてる。僕見せてるんですけど、うん、それが今ハマってる。うんうんうん、服。みゆちゃんも結構さ、私今回こっちにしようと思ってんだよねみたいに言ったくね、なんか。なんだ。なんか可愛い系の服着ようかなって思ってるんだよねみたいな、なんか言う時期あったくね、なんか。あったね。ね。どうだろう、でも基本的になんか自分持ってる服がズボンあんまないんですよ。ワンピースやんな。そう、ワンピースとかロングスカートとかが多くて、うん、今日もワンピース着てるんですけど、うん、なんか私が系統で言うならフレンチガーリーっていうジャンル、あなんか結構白と黒で可愛い感じみたいな、うん、なんかそんなにブリブリしない感じだけど、うん、なんていうんだ、可愛いみたいな、大人可愛い、そう、そう、なるほどね、なんかそういうのが好きですね。メンバーでどうなの、この人服コロコロ変わるなとか。でもさやかちゃんやろ。さやかちゃんは結構多分自分らがしないファッションをよくするタイプなんですよ、なんか自分らのしとるようなファッションもするし、うん、してないようなファッションもするし、うん、もうなんか着ないジャンルがない。なんか本当でも一人だけやっぱ唯一ギャルっぽくて、あ確かに、可愛いなって思いますね。みゆかちゃんは、みゆかちゃんもは割とズボン履いたりすることも多いけど、まあ、でも可愛い服もやっぱ着てること多いし、うん、割とジャンルで言えばみゆちゃんとまあ似た感じではあるよな、ね、よりではあるよな。そうだね、うん、アイは基本的になんかダンスを踊ってそうな服を常に着てるイメージが。なんか韓国好きそうって感じ。そう、韓国ファッション韓国好きそう、お腹空いてて、うん、トップス短いみたいな、はいはいはい、うん、なるほど、綺麗なお姉さんって感じする、アイちゃん。うん、そうなんや。で、ずっと厚底は履いてますね。確かに。で、ズボン長くて足めっちゃ長く見せたいんだ。わからない、こんなこといない時に言ったらダメかもしれない。でもさ、アイちゃんのさ、あれ一回みゆちゃんとさ話したけど、アイ、うん、ちゃんって写真で見ると少し高そうなんです。そう、顔だけ見るとめっちゃ大人なんですよ、うん、だけど、うん、実際会うとなんか、うん、チョコンってしてね、そう、小動物来たみたいになってる。なんか画像だけ見るとうちら逆に思うよねって、見えちゃうと愛ちゃんがね、ちっちゃそうに見える、うん、顔だけ見たらちっちゃそうに見えるけど、うんうんうん、あったら巨人すぎて巨人すぎ、まあ背高いもんね。愛にデカ女って言われます。あ、いやいや、お前チビ女なみたいな。おもろ。そう、言い合ってんねや。でひなちゃんはなんかわかんないけどでかい犬って言われます。おい、でけえ犬って言われる。でけえ犬でけえ金持ちが買ってそうな、でけえ犬って言われる。細長いなんかほぼ馬みたいな。おい、ほぼ馬みたいな。誰が馬犬や。いいじゃん、金持ちがね、いい、すごいのやけど。あ、そうなのね、うん、あら、まあまあまあ、やっぱりね、衣装以外も皆さん気になってますから。確かにね、絶対ね、うん、ちょっと気張って、はい、いいファッション、いい服の日にいいファッションねとか言いながら、今日めっちゃ普通にだるぎできちゃった。どうしよう。ヒロアカですね。ヒロアカです。ヒロアカ T シャツ。ヒロアカはでもガチです。お気に入りでね。これお気に入りです。これお気に入りね。はい、お気に入りですから、はい、そういうこと。そういうことだそうです、メンバーのファッションは、はい、さあ、というわけで本日もネオジャパのファイトフォーザレディオ、最後までお付き合いください。あったよ。あ、切られた。ということ というわけで今夜の1曲目は犬山犬子さん、あ、間違えました、失礼しました。というわけで今夜の1曲目は犬山犬子でニャースの歌。間違えたらなかったよね。なんかサンデって間違えた。じゃあサンデって言うか言わんか。
奥ちゃんヤッホー、奥ちゃんヤッホーがおもろすぎて、奥ちゃんヤッホーなれなれしい夜にはおいら一人でにゃくさむ。これギターめっちゃ難しいがってね。え、そうなんだ、こんなゆっくりなのに、なんかポン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 ってなんか、チリチリ、やばい、いい気分になる今夜はこそ、かわいくない、今夜はっていう、こういうな、逆に歌いにくそうやね、この声でずっと、でも余裕です、そうインターFM ネオジャポのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの滝沢ひなると福田美優と楽天則の奥田がお届けしております。はい、さあではリスナーさんからね、いただいたメールをご紹介していきましょう。ありがとうございます。ラジオネーム H さんからです。みゆちゃん、ひなちゃん、奥ちゃん、やっほー、やっほー、なんやろな、奥ちゃん、納得いかんな、年下やろ、多分どうする、ありえん年上かもしれない、年もあるんか、確かに私はバンドをやっていて、朝マックを食べるのがライブ当日のルーティーンです。ライブ直前に背中を叩いてもらうというのは前に言っていましたが、私から見て歌のカリスマなお二人、みゆちゃん、ひなのちゃんのことですよね。大事な日に食べたり飲んだりするものはありますか？オタクはすぐ真似して買うので、ぜひ教えてほしいです。うわ、あるわ、あ、歌のカリスマですから、絶対ある、私これマジで多分 100% みんな分かってるわ。うん、分かる分かる、何をしてんの、いいよ、杏仁豆腐みたいなやつやろ、そう、ビワの蜂蜜みたいな、うん、ビワの蜂蜜、うん、なん、正式名称がちょっとあの海外製で、そう、分かんないんですけど、どこで売ってるの、それが私がいつも買うのは、うん、Amazon なんですけど、あ、通販で買ってるよね、うん、ビワの蜜とか調べれば出てくるのかな、うん、ちょっと待ってください、何それ、なんかずっと絶対にライブ前飲んでるんですよね、うん、なんか、お、あった、ビワ汁、ビワ汁、これ読めないけど、なんかこれビワシロップ、ビワシロップっていうやつなんですけど、なんか私これスタッフさん、うん、PA さんかな、うん、なんかもらった時があって、喉の調子が良くなくて、うん、でそれを飲みながらレコーディングした時があったんですよ、うん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 、舐めながらっていうのかな、うん、でそしたら出なかったはずの高音が出るようになって、あ、そうなんや、でそれに気づいたのが1年前ぐらいだから、出会ったのが1年前なんですけど、うん、そいつに、うん、それからほぼ毎回のライブてか、もう 100% かな、うん、絶対それを直前まで舐めてからライブ出てます。あ、調子いい悪いとかじゃなくて、それがなんていうの、自分の中で安心材料になってて、お守りみたいになって、ね、そうなんですよ、うん、だから私絶対それやってますね、うん、あ、でも粘膜や皮膚などの健康維持って、え、待って、そんな、すごい、どうやって調べたらその日本語が出てくるんですか、いや普通にビワシロップっていうのを調べたから、いつも裏面見てもなんか漢字しかないみたいな、でもなんかアンチエイジングとか書いてるよ、え、そうなんだ、疲労回復効果とか、えー、でも粘膜って言ってるから、やっぱ喉の粘膜とか、え、でもみゆちゃん粘膜系あれやんな、じゃあ合っとるね、そうだね、うん、そう、だからなんかこれを美味しいなと思って、あ、まず舐めれてたんですけど、ま、メンバーみんな、え、何これみたいな、うん、食べれない、なんか気持ち悪いみたいな、うん、変な、なんて言うんだろう、やっぱ薬感多分強い感じの、なるほどなるほど、あれだからかもしれないんですけど、でも食べた感じはなんて言うんだろう、杏仁豆腐の風味、風味なんやね、で、まあ、杏仁豆腐もちょっと感じるもんね、薬っぽさ、うん、なんか、うん、その鼻から抜ける感じがあるのにプラス、うん、なんかちょっと薬感の強い感じの蜂蜜みたいな感じなんで、あれなんですけど、でも私はそれマジで歌う人にはおすすめですね、おすすめですって。ひなのちゃんは何かありますか、うん、自分はやる前とやった後のケア、うん、ケアと歌う前なんですけど、うん、だいたいまず家から出るとき、最近教えてもらったんですけど、ストローをこれ刺して、うん、でストローを口に加えた状態でブクブクしながら、まるまる一曲歌を歌うっていうのをやってて、で超汚いじゃないですか、うん、そう、ブクブクってやってもね、うん、飲み物を、そうだから、みんなアイドルさんの前でやったときすごい変な目で見られて、隠れてやってるんですけど、うん、これやったら喉がなんか一回多分乾燥かなんかで、うん、マジで歌になった時あって、うんうん、すいません、ちょっと曲を
変えてもらっていいですかってぐらい、うん、あの相談してぐらい出なかったんですけど、うん、でもこれやりよったら出るようになって、うん、なんかあんのかな、なんかあのボイトレの先生に教えてもらって、うん、でなんかこうするとなんか息がなんか多分声出す場所がちゃんと開くんか分からんけど、なるほど、そうなんか肺活量でやる、うんうんうん、できるようになるみたいな、なるほど、だからめっちゃ歌えるようになるんですよ。おお、そうこれは役立ちそうっすよ。ね、あとね、あと強制派的眼の緑のやつがあるんですけど、本当はオレンジが一番いいんですけど、うん、緑の効能が一番強制派的眼界の中で強くて、そう必殺技みたいな、それ何じゃん、当たり前で言ってるけど、あそう強制派的眼、そうなんか本当に喉が潰れちゃった時とかに、毎日飲むようなものじゃないんですけど、毎日飲むとあのどんどん声帯が硬くなっていっちゃうんで、ダメなんですけど、辛い時だけ本当に多分風邪で声がダメだとか、使いすぎた時とかに無理やり広げてくれる、うん、や薬品が多分入ってるんですね。ああ、漢方みたいな、ね。そう、うん、そう。朝昼晩で飲めば、うん、マジで治る。まあやばい時は、やばい時それに頼る。うん。かな。ですって H さん。あとね、うん、そのね H さん、あのね、ご飯はね腹三分目にしとった方が打てるらしい。ああ、そうなんや。お腹いっぱいだったかん。いやでも本当にそれはそうで、歌とかじゃないけど、その、うん、やっぱパフォーマンスしてる側って多分、うん、満腹でライブ出ちゃダメなんだとこの前気づいたんですけど、うんうん、私この前野外ライブで、うん、なんか直前でめちゃめちゃ食べたんですよね、うん、なんかピザがケータリングであって、うん、ケータリングやったらちょっと食ってはな、で私別にそんなに多く食べれない人だから、うん、みんなと同じ量を食べてるはずなんだけど、人よりやっぱ満腹に感じちゃったんですね、うんうん、しかもリンゴ飴も食っとったしね、あの前回そう、リンゴ飴もあって、うん、で食べて中盤ぐらいになって、うん、マジで気持ち悪くて、うん、もう真っ白になりながら黙って、うん、だって終わった後やばい食べ過ぎたってみんなに言ったらめっちゃ笑われて、食べ過ぎでそんな体調悪くなる人いるんっていうぐらいマジで体調悪くなったから、本当にそれ大事だよね。マック食べ過ぎんなよ。食べ過ぎん方がいい、ほんまに。だからマジで声が出るのは腹3分目。いやでもこのバンドやってて、まあでも分かっとるやろな。マック食べるって決めてるのはやっぱすごい。朝だけなっちゃう。朝、ね、時間あけば、うんうん、まあね、うん、朝マックそんな量あるわけじゃないしね。確かに。ルーティーン、いろいろ、めっちゃ食べたい、いいな、いろいろ試してみてください、はい、さあ続いてのメールはこちらです、ラジオネームさださきさんからいただきました。ネオジャポニズムの皆さん、奥田さんこんばんは。こんばんは。以前ラジオで子供に名前をつけるならどんな名前がいいかというお話があったと思います、うんうん、私事ながら来年3月に第2子が生まれる予定です。おめでとう。あ、おめでとうの声ありがとうございます。すごい。まだ性別もわからない段階ですが、参考のためにも他のメンバーも他のメンバーも子供にどんな名前をつけたいか お話を聞きたいです。あ、なんか前の放送でミルカちゃんとの回かな、確か、うんうん、ミルちゃん言ってましたね。男の子だったら、あ、じゃあ女の子だったら男みたいな名前、そうそうそう、男の子だったら女の子みたいな名前をつけたい。あ、そうなんですよ。めっちゃわかる、うん、なんかね結構憧れでも、ちょうどいいね。なんかまだ性別わかんない段階でどっちちゃんと聞きたいっていうことだね。まあでもうちらもだってね、うん、産んだことないからね、どういう差をつけるんだろ う, う、まあね、分からんけど、うん、でもなんかみゆちゃんとなんかちょっと前になんかその話しとったよな、なんか、うんうんうん、男の子やったらまあゆきみたいな、ほうみたいな、その女の子っぽい名前をつけたい、うん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 、そうね、うん、でどうなんだろう、うん、なんか最近の若者はって言ったら自分も若者に入るかもしれないけど、なんか待っておもろ、なんかその昔よりそのキラキラネームをつけがちなイメージがあると思うんですよ、うん、で確かに自分の子供に自分の好きな名前をつけるのはいいことだろうなとは思うんですけど、うん、例えば自分がめちゃめちゃすごい名前を天使ちゃんみたいな、そうそうそう、推しの子とか見てたらなんかアクアとかっていう名前をつけられた時に、今後あ、なんか大変になってくるよなって、本人大変そうだったから、まあそうね、だっておばあちゃんになった時ルビーはもうやばいっすよね、うん、でもだから私がつけてもらうんだったら、うん、普通の感じの名前求むっていう、うん、ガチの意見になるけど、普通の名前でもなんか普通の中でもさ、うん、ちょっとさあ、でもちょっと抜けてる方が可愛かったりするよね、の方がさ、あの本人もちょっとお気に入りにならねー、わかる、名前がな、確かに、うん、なんだろうな、うん、男の子だったらハルキ、
あ、いいね、いいね。まあ3月やしね、春に生まれるしね。おお、素敵だ。だから花切れてきたんかもしれない、うん、すごい。女の子だったらじゃあ、なんやろね、別に春つける必要ないと思うけど、まあ確かに。でもなんかその春イメージするなら、なんか春のイメージ、うわ、春の生まれるやったら女の子の名前がいいね。普通に女の子はなんかね、ももとかね、うん、あ、かわいいね、もものセック、うん、いや、ももちゃんかわいいね。かわいいよね、うん、ひらがな、漢字、ひらがな、ひらがなだね。うん、ももちゃんはひらがなの方が愛嬌がある。ああ、なるほど、うん、てかももって全員かわいいイメージある。わからんけど、わかるね。あんまりももに出会ったことないけど、そんな気はするわ、うん、わからんけど。かわいいよ、うん、いやでも名前通りに育つかどうかわからんからね。うん、確かに。大阪時代の俺らのマネージャーが、うん、下の名前翼やってやん、かっこよ、うんうん、で、めっちゃ太ったメガネ。いや、それディスじゃないですか、それ。最悪。だって言い方めっちゃ悪かった。最悪。ちょっと太ったメガネ。ちょっと。で、私服、チャーリーとチョコレート工場の時のジョニー・デップみたいな。やばシルクハットみたいなかぶってた。最悪やん。サスペンダーで。で、好きなこと USJ ってくれて。かわいそう。ありえ、アンチおったわ、ここに。翼の、翼のアンチョ。他の先輩、同じマネージャーの先輩が、お前どこが翼やねんお前の。塩の飯食うとるかなとか言って。めっちゃ言われて、めっちゃ言われて。いやいや、やだ、かわいい。でも、ももちゃんかわいいわ。かわいいよね。うん、でもね、どっちが生まれるんだろうね。ね、楽しみ。ももっていう女の子にまだ出会ってないかも、そんな。本当？そう、本当にももっていう子に。ああ、ひらがなももは俺もいないかな。うん。うん、ちょっとありですよね。ね、まああとはちょっと隠すとか調べてみたり、ね、そうだね。だってうちらが決めるわけにはいかないもんね。はじゃあ春樹と桃かどっちか。桃、春樹か桃が一旦、はい、こちらからの提案とか。いや、そう、提案ね。はい、まあ一個参考にね、うん、していただけたらということで、はい、というわけでたくさんのメールありがとうございました。ありがとうございます。それではここで一曲聴いてください。サンボマスターでできっこないをやらなくちゃ。はい、いいですね。いい絵、ね、めっちゃいい絵、うん、歌ってたやつ、あ、歌ってない、これ歌ってない、でもやりたい、男の人、そう、どんなにめっちゃいい、この素晴らしいよね、てか声がいいですよね、あといい、うん、山口さん、なんかこの説得力って何なんですかね。目細い、この人も太ったメガネやねんけどな。いや、もうなの？でもかっこいいね、もでもなんかすっごいもう汗かきながら、うん、めちゃめちゃ頑張るおじさんってめっちゃ刺さるな。おじさんなの、しかもおじさんよ、めっちゃ、うん、これだけ聞いたら細くて小柄 なんか小柄ではある、うん、太ってるけど、そうか、分かった、ゆるキャラみたいな。そうだね、うん、うわ、チェキあったら欲しいな、マジで。え、そんなレベルなの。うん、いや、チェキ欲しいな。やっぱ聞くて、いっぱい。じゃあ、後半行きたいと思います。はい、優勝、あきら、やばい、はい。あ、いいですよ。聞いたことあるわ。なら、できるんだ、どんなことも。ユーキャンとかの CM やったわ。ああ、なんか CM かも、うん。うん。笑ってか笑ってかって言いながらこれと言う。そう言うな。え、そうなの、太ってんの、うん。いいやろ、太ってんの。え、違う。あのビジュアルやから、めっちゃいいよ。そうなんだ。そう。なんか、素朴で純粋な感じがする、ね。そう。で、なまっとるんよ。へぇ、福島なまりで。うん。もう、ケビのすべって、めっちゃいい。はい。はい、行くよ。はい、すいません。じゃあ行きましょう。はい。インター FM、ネオジャポのファイトフォーザレディオ、ネオジャポニズムの滝沢ひなのと、福田美優と、悪天則の奥田がお届けしております。ウェイ。ここからはチャレンジ企画のコーナーでございます。イェイ。今回のチャレンジ企画は、感動エピソード対決です。おー。はい。最近ね、涙もろくなっておりまして、私が。あら、あら、あら。だから僕を泣かしてほしいということで。待って、そんなのも用意、うん、エピソードでエピソードで泣かしていただきたいなということで、皆さんお二人にはね、これまでの人生の中で感動したエピソードを披露していただきます。待って、そういう結果、奥田さん泣かす系、僕も感動させてくれたらありがたいです。ちなみに僕はもう今年の夏の花火大会でサモマスターの世界はそれを愛と呼ぶんだぜって曲に合わせて花火が打ち上がる5分間で大号泣しましたから。奥田さん泣けたとこ見たいけど想像つかんないけど、うん、大号泣、うん、あとまあ6月、じゃあ
9月ぐらいに放送された「かまいがち」っていう亀谷さんの番組で、相談悩みを相談して、相手が刺さる歌を歌ってくれるっていう企画で、トレンディエンジェルの斉藤くんに歌ってもらって大号泣してた、そうなんだ。テレビでめっちゃ泣いてました、恥ずかしい。見てーじゃん。いやーそうなんすよ、見てーなそれ。ということでお二人には僕を感動させるようなエピソード、どっちからいきます、みゆちゃんからいきますか。そうですね、じゃあ、にあの2個あるんですよ。おう、なんて言うんだろう、旗から見たらすごいいいエピソード、はいはいはい、あともう一つは自分が単純に泣いた話。ああいいですね、もうどちらでもいいですよそれは。どっちも妹の話なんですけど。うん、いいじゃないですか、仲いいな。じゃあちょっとその自分が泣いた話をします。わかりました、それでは感動エピソードお願いします。BGM もいいね、良さそうな。私の妹、私妹いまして、はい、2個下でミルカちゃんと同い年の、うんうん、今20歳の女の子なんですけど、はい、なんか昔から結構やんちゃな方だったんですね、うん、男の子としょっちゅうトラブルになったりとかしてたり、話を聞いてたり。でも昔はあんまり仲良くなかったんで、まあなんか、なんだろう、そんな昔の性格まではあんまり分かんないんですけど、うん、一つだけ分かるのが、あんまり男の人その後得意じゃなくなってたんですよ、うん、多分そういうトラブルとかがあったからなのかなって想像はしてるんですけど、うん、ライブとか見に来てくれる時とかも、うん、スタッフの男性に挨拶できないぐらい、うん、もう下向いてずっとこう、うん、ぐらいあんまり男性の方が得意じゃなくて、うん、でなんかこのまま行くとマジで一生独身のまま、うん、大変なことになっちゃうんじゃないかなって、私のママと2人で言ってたんです、うん、でそしたら最近私妹と2人暮らししてるんですけど、うん、家に帰ってこない日が増えてきたりとか、なんか出かけることが増えたなってなんとなく思ってたんです、うん、でも大学生だからまあそういう風になる時もあるよなって思ってたら、なんかもう知ってるかもしれないんだけどさ、ユーリ彼氏いるんだ。うわーってもう、その時嬉しすぎて、その時は泣きませんでしたよ、うん、え、そうなんだ、え、なんで言わなかったの、うん、え、みたいな、うん、で、その1時間後部屋で一人でずっと大号泣してました。なるほどね、わーいいね、ね、姉妹の愛じゃないですか、うん、いや本当に、うん、今思い出すだけでも泣きそうやもんね、泣きそうなってるよね。いやなんかこれ多分自分だけなんですけど、うん、本当にダメだったんです、うん、で私も女子校出身だから、うん、その男友達っていうのも一人もいないし、うん、なんかその男性と話すのもあんまり得意なあれ、うん、姉妹じゃないんだけど、その妹は特にやっぱひどかったから、うん、なんだろうな、ユーリのことちゃんと愛してくれる人できてよかったなってめっちゃ感動したんですよね。ああいい話じゃないですか。やっべ、ちょ、別にそんな別にピアン大したことないよな。ちょっとやばいな、どうしようかな。まあ、喋りながら自分が泣きそうになっちゃうなんてね。でもちょっと、ひな、泣きそうになりましたね、多分。いい話だなと思いながら、うん、分かる分かる。メンバーにそれを言ったんですよ、なんか車で遠征してる帰りかなんかに言ったんですよ、うん、そしたらみんなもう、よかったねみたいな、うん、写真はみたいな、めっちゃ覚えてもいいので見せて、うん、あいとかひなちゃんはなんか特によく有利に、そう、見たことあるしね、うん、あ、なるほど、よかったねみたいな、めっちゃ、しかも超その彼氏さんもめちゃめちゃいい人そうなんですよ。あ、それは良かったね、穏やかみたいな、本当に、うん、いいですね、家族愛、うん、いいですよ、うん、時間、酒飲んでたら全然いけてました、ね、僕今酒入ってたら全然いけてました、全然泣けてたと思います、うん、じゃあいきますか、ちょっと待って、いや、なんでひな先じゃないんかな、これ。いや、もう、だって、なんか早めに決めてたからさ、何の話するか。いや、ちょっとこれは、ちょっと弱いですよ。いや、まあ、それでもいいんですよ。今、保険かけまくってますけど、今ここで。自分が感動したエピソードやからね、それは人に伝わらへんかもしらんけど、うん、いいんですよ、それで。じゃあ、ひなのちゃん、感動エピソード、お願いします。はい。これはですね、自分がネオジャポに、うん、入って
のお話なんですけど、うん、はい、ネオジャポニズムに入ってそのも何やろ曲とかが結構、うんうん、最初の方は、まあ、可愛い曲とかもやってたりして、うん、でその可愛いアイドルさん可愛いアイドルをしているアイドルさんのイベント、うんうんうん、がいっぱい集まるようなイベントにも出させていただいてて、まあ、今もそうなんですけど、うん、でその時にやっぱり初めてやしなんかまだ結構自分がどうしていいか分からなくて、うん、でなんか、まあ、中途半端なところにいて、うんうん、で普通にさっきのみゆちゃんの話じゃないけど男の人が全然得意じゃなくて、はい、で自分の特典会に並んでくれた人とじゃないとお話ができないぐらい、うん、普通にめっちゃ苦手で、うん、だからどこ見ていいかも分からないしでも可愛いことはできないし、うん、で特典会もしばらくゼロの時もあって、うんうんうん、でなんか一人だけその並んでくださる子がおったりとか、うん、その別のメンバーのファンの方が一人来てくれてその方が、まあ、回ってくれたりとか、うん、っていう風にしててでなんか自分って今ここで何をしてるんやろっていう風にこう何ヶ月間か思ってて、うん、で本当にちょっとこれただ足引っ張っちゅうだけで、うん、なんか本当に自分のおる意味ってないなと思ってせっかく入れてもらったのに、うん、でなんかどうしようってなっててで親に相談したんですよ、うん、その今ちょっと人もおらんすぎてでなんかライブもすごい怖くて普通に、うん、でなんかみんなが自分がやりたいことを受け入れてくれるかもわからんしでもなんか可愛いアイドルはできんけど変にカッコつけるまでの中途半端なことしかできんきなんかだから多分人が寄ってこんのやと思うしなんか必要とされてなくて、うん、自分的には、はい、だからもうちょっとやめよっかなみたいなことを言ったんですよ、うんうん、でもまあ入ったばっかりやしなって言っててだからお母さんがそのあんたがやりたかったのはその可愛いアイドルをやりたくて今アイドルを続けるがって言われてそれは違かったんですよ、うん、いや違うって言ってでその、まあ、入ったのはその加藤さんが誘ってくださって、うん、ネオジャポに入ったわけじゃないですか、うん、でそれは加藤さんが自分の前のライブを見てくださって、うん、でいいと思って入れてくれたわけやって、うん、だからあんたにその可愛いアイドルになってほしくて入れたわけじゃないし、うん、加藤さんは多分ひなにそのひながすごいいいなって思ってそういうポジションで入れてくれたわけやき今はそういう何やろいろんな周りのものにとらわれて自分こうならないかんっていうのはあるかもしれんけど自分をそういうふうに必要としてくれてそこが必要で今あんたの存在がそこにあるわけやき、うん、やりたいことを貫き通してやっていけば必ずその、ま、自分のことをこういいと思ってくれとる人がこう徐々に、ま、遅くはなるかもしれんけど集まってくれると思うき信じてやり続けやって言ってくれて、うん、そこからもう完全に滝沢ひなのっていう、もうスタイルが固まって、うんうん、でこれでやっていこうって決めたらなんかいろんな女の子のファンやったりとか、うん、そのまあ自分のコンプレックスと同じようなことを悩み抱えちゃってでもこういうひなちゃんを見てっていう勇気づけられましたっていう子がどん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 増えてってだから本当にあの時その言葉をもらってちゃんと諦めずに続けて頑張ってきてよかったなって思ったっていう話です。いや素晴らしいじゃないですか、いい話ですよ。いい本当いい話いい話。お母さんのねまた家族愛もあって、うんうん、そう怒ってくれて、うん、でマネージャーさんもその時言ってくれて別に人気を求めちゃうわけじゃない聞いて、うん、ひなはこういう風にやってほしくてこういうポジションが良くて入れたわけだからって言ってくれて、うん、そうなんやと思って、うんうん、そういいですね、うん、いい話ですよ。大丈夫？大丈夫よ。あ、よかった。いい話すぎる。いい話すぎるぐらいいい話よね。本当ですか、うん、よかったですね。あら素晴らしい、はい、あこれはもうどちらも素晴らしい。あ感動エピソード対決はこれはもうドローで、あどちらも素晴らしかったですね。緊張した。
でもなんかやっぱいっぱいありますよね、人生もう20年以上生きてて、うん、早い、早い、なんかさ、じゃマジでみゆちゃん、あの、うん、まだ20歳とか、20歳だよ私今、22だ、22だ、でもなったばっかりなんか、うん、でもマジであのね、貫禄がすごいんですよ、中身の、違う違う、あのね、そうやってあのめっちゃおもろいわ、人生経験を積んでる貫禄とかじゃないですよ、発言とか、あのこのビジュアルはマジでネタストやのに、なんか録画をすることを、うん、あのやばいビデオ撮らなきゃって言うんですよ、ビデオビデオって言うんですよ、でそれで気づいた、びっくりした、だから、うん、あ録画ね、あ分かった分かった、もう最近録画って言うようにしてますマジで発言がマジでおもろい、で私があとなんかアイス食べてたらなんか、うん、おばあちゃんだおばあちゃんだとか言ってなんか写真撮影始まるんですよ、めっちゃもうなんか目しょぼしょぼさせながらすっごい背中曲がってなんかアイス食べてるの、日向ぼっこしてたんですよ一人で、そしたらなんかみんなマネージャーまでなんかえおばあちゃんかな、そう、なんか本当におばあちゃんが、あの貫禄が出てますね、草むらに座ってアイス食べてるんですよね、どんな例えおばあちゃん草むらでアイス食わない、確かに別にそもそんなおばあちゃんしたことないそれはそうだ、じゃあ僕もなんか一個エピソードというのがあったんで、はい、家族行ってたな、家族系別に感動感動俺はしたわけじゃないけど、まあまあそうですね、まあお笑いやっててよかったなっていう思ったやつなんですけど、去年かな、今年の正月ぐらいかな、実家に帰ってなら、もう最近そのもう両方70超えてるんで両親が、でおかんがちょっと地方気味にボケ気味にちょっとなってて、で薬とか飲んでまあまあ止め、なんか進行しないように頑張ってるみたいだけど、で、まあ、実家に帰ったのよ、そんなら、みかんがあったのね、で俺しゅうじやからしゅうちゃんって呼ばれて、で姉ちゃんの甥っ子がいて、それがたくみっていう名前でたっくんって呼ばれてて、でそれそのみかんたっくんが買ったんっていうの、俺を見て、で、あまず俺シュージやし、でこのみかんは俺が買ったんじゃないよって言って、これがやっぱ5分に1回ぐらい来るんだ、うん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 、でそれずっと言ってて、ほんで、まあ、みんなで集まってご飯食べようかってなった時にまたそれを言ってんな、うん、これたっくんが買ったんって言って、その席にはたくみもおって、俺もおって姉ちゃんもおっておとんもおってみたいなってなったら、まあ毎日一緒にいるとそらきっと鬱陶しくもなるやろうし、俺なんてたまにしか帰ってないからあれやけど、なんかそのおかんの感じをちょっと無視したりとか、うん、なんかツッコミがきつかったりとか、うんうんうん、もうおばあちゃんが自分で買ってたやんとか言って匠は言うし、うんうん、で習字兄ちゃんの方見て言ってるやんとか結構きつめに言ってて、うん、あなんか嫌やなと思って、うん、でおかんおかんでなんかごめんねみたいな、うん、最近アホなってるからって言って言うのよ、うん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 、でも多分まあまあ傷ついてんやろなと思って、うん、ってなった時なんて一言言おうかなと思った時に、そのそんなその気にすることないよって言っておかんに、うんうん、別にこみかんがみかんかどうかわからんくなったらさすがにあかんけどって、誰が勝ったっていいし、うん、自分が勝ったっていいし、だからみかんがみかんじゃんこれ何って言い出した時にまた教えてみたいな、それまでは全然今のままでいいと思うでみたいな、うん、なんか割と起点聞かしたこと言ったなと思って、うん、でそらそうやなみたいな感じで数バッて笑っててやんか、うん、時におかんが泣きながら笑ってんのを見て、うん、あそういう能力お笑いやってたから身についてるからやっててよかったなと思ったという話です。うわやばやばこれはやばいわ。いやなんか自分のおばあちゃんも同じで、うん、なんかもう冷蔵庫にメモ貼っとかないと分かんなくなっちゃったりとか、うん、それこそ5分に1回同じこと言っちゃうんですよ。う、ね、うんうん、うんうん、なんかしんどいですよねこっちも。そうやね。そうでもそこをね明るい空気に変える能力があって、うん、俺よかったな、芸人でよかったなと思ったという。確かに素敵。あこれやばいわ
これ何なんこのラジオ。てかよし、これ絶対さ、運転しながらさ、クソ泣いてる人いますよね、これ絶対。夜やし。確かに。だって私も同じ状況だからさ、うん、あのすごいなんか思うことあったりしたけどさ、多分。うん、聞いてる人もさ、うん、同じことある人多分たくさんいるかもしれないから、うん、なんかしかもあの深夜のなんか帰り道とかやったらもうさ、もう一日の終わりの疲労とかもあるけど、もうボロボロ、うわやば、いやいや、そうなんや、そういうお話もね、俺芸人ってめっちゃ素敵ですね、本当ですね、めっちゃ素敵、びっくりした、いやいや、そんなのみんなアホみたいなこと、みんなも金と女のことしか考えてないですから、芸人は。あ、いや、それは相方さんの。あ、四条だけ。四条だけですか。いや、四条だけでもあかんじゃん。あいつもなんか考えなさいよ、本当に、うん。さあ、というわけで、本日は感動エピソードをお届けしました。それでは今日最後にお届けする曲です。ネオジャポニズムで、Dear。待って、選曲いいじゃん。確かに。びっくりしたんだけど。確かに。この流れがいいですよ。流れが良かった。うん。うわ、やば。でもやっぱ家族系が多いですよね。うん、うん、もういや、みママの話すればよかった。どうしよう。何個あんの。いや、マジで私感動して一人で泣いた話あって、でママ聞くだろうからあんま言いたくないんだけど、キナはもう親聞いてない気、絶対絶対聞いてない。ラジコに入らないとね。あ、そうか、そうだ、プレミアムに入らない。キナの全然コーチにおる気、うん、多分聞けんのよ。私あのお父さん聞き、親になんかちょっと仕事で病んでる時があったんです、うん、でその時になんかいろんな、なんていうの、相談みたいなのしたりしてた時があったんですよ、うん、でなんかあるものを届けてもらいたくて郵送してもらったんですけど、うん、その中にあのメッセージカードで、あのママはミーの味方だからねってなんかいろいろメッセージ書いてあって、うん、それ未だに財布に入ってます。あら、財布に入れてんねや。うわ、それマジで病んだ時に見たら落ち着くんですよ、うん、待って、そのメッセージカードにね、うちあの段ボールに書いちゃって手紙じゃなくて、うん、段ボールに書き殴ってた。そう、残せない珍しいな、それも。 うわ、めっちゃいいやん。でもママそういうのあんま言わないタイプだから、そう、もっと友達みたいな感覚だから、ね、だけど本当に多分私は辛くて、それを書いて送ってくれたんですよ。それが結構なんかお母さんもテリアさんって感じするきさ、なんか、うん、ちょっとシャカマっぽい感じするきさ。3年に一度ちゃんとしたメッセージ来る。あのデビュー前もなんか来ました。それをメモに残してます。うわめっちゃいいじゃん。止まらないですね、うんうん、家族系あるよね結構ね。いや、まあでも助けられてるし ね常に。そうだね、うん、家族への感謝忘れずにということですよ、はい。では、エンディングいきましょう。はい。インターFMネオジャポのファイトフォーザレディオ、そろそろエンディングのお時間です。なんか曲の間も感動エピソードの延長戦がありましたから、ね、そう、うん、その辺は YouTube で、はい、確認していただきましょう、はい、はい、ということでネオジャポからのお知らせお願いします。はい、ネオジャポニズム帰国後初ワンマンライブを12月2日土曜日に築地本願寺で行わせていただきます。はい、すごいですね、築地本願寺で。いや本当にね、昨年の思い出はい、あるんですか。昨年の思い出はもうやったんですか。今昨年の思い出ってなんかあったなとか言う。これは別に無視してる。あ、びっくりした。ということで、すごくね、めちゃめちゃ楽しみにしてて、いろんな人にもきっと見てもらえる、はい、あのきっかけになる、うん、ライブになると思うんで、うん、楽しんでいきたいと思います、はい、時間は18時からです。よろしくお願いします。します。また番組ではリスナーの皆さんからのメッセージを募集中。メッセージは音声プラットフォームオーディにある番組ホームページのメッセージフォームからお送りください。そして番組を聞いた感想を X でポストするときはハッシュタグネオジャポラジオ、ハッシュタグカタカナでネオジャポラジオでお願いします。また音声コンテンツを楽しめるアプリラジオクラウドとオーディでは放送した音声のディレクターズカットバージョン、そして日付変わって今日水曜日の21時からは収録の模様を YouTube 動画インター FM 公式チャンネルでアップします。さあ今日はね、はい、感動的なお話もたくさん、たまにはね、うんうんうん、真面目なこともしましょうよ。ちゃんとしましたね。たまにはね、うん、でもたまにでいいと思います。あ、はい、たまにでいきましょう、こういうのはね。というわけでネオジャポのファイトフォーザレディオ、ここまでのお相手はお笑いコンビ学天則の奥田修一と、ネオジャポニズムの滝沢ひなのと福田美恵でした。せーの、うずっせー、うずっせー、うずっせー。はい、OK です。いい感じの言葉ってわからんかった。何やろ、うずっせーって。だから困った。